今日はこれから入試英作文のコツの4回目ということで、前回までは減点を避けるためのアドバイスを申し上げましたけれども、ここではここに書いてあるように、書きたいことではなく書けることをという話をしたいと思います。今まで随分英作文の指導をしてきましたけれども、まあ大方の生徒が陥る最大の失敗は、どうしても書きたいことにこだわりすぎてそこから抜け出せないということがあります。例えば、私は栄養士になりたいというふうに書きたかったとします。そうすると、ここにあるように、本当に栄養士になりたいと書きたいということであれば、ここの部分ですね、ニュートリショニスト、こんな難しい単語を書かなければいけなくなります。ところが、中学生レベルでこのような難しい単語はそもそも期待されていないし要求されていないので、こういう時には思い切って、嘘でもいいですから栄養士を諦めてください。大胆に、ここはぐっと我慢する。書きたいことを我慢して、あくまでも入試ですから点数を少しでも取りたいわけですね。ということで、ここはもう制限時間内で起点を働かし、例えば栄養士ではなく簡単に、例えばコックになりたいとか料理人になりたいとかっていうふうに、まあ言い方は悪いですけども、嘘をついてしまうわけですね。 I want to be a cook、 まあこれでしたらかなり書きやすくなるということです。まあですから、どうしても書きたいことがあるんだけれども、その英語に自信がない、あるいは思い浮かばないという時には、大胆に変更してみてください。それから、僕はプロ野球選手になりたいと本当は言いたいとしても、そのプロの野球選手ということにこだわりすぎて、ここのところプロフェッショナルというのがなかなか難しい単語ですよね。まあ、ですからこういう場合には、大胆にもうそこは省略してしまうと、書かないと。本当はプロ野球選手になりたいと言いたいところをぐっと我慢して、ただ単に I want to be a baseball player、 野球の選手になりたいと、これで済ましてしまうと、そういう勇気を持ってください。それから、例えば私はエステティシャンになりたいなんてもし書きたいとしても、まともに書こうとすればこんなに難しい単語が必要になってしまいます。当然、こんな難しい単語は先ほども言ったように期待もされてないし要求もしてないので、まあここはぜひ発想の転換ということをアドバイスしたいと思います。例えば、ここはですね、思い切ってエステティシャンになりたいというのではなくて、これも一つのテクニックですから参考にしてほしいんですけども、例えば初めのここの文章から全面的に書き換えて、 I want to work、 まず働きたいと、こうして、で atA beauty shop、 beauty shop というのは、まあ、美容院という意味ですけれども、美容院で働きたいと、まあ、ちょっとこんな工夫をですね、練習しておけばとっさの時に使えるかもしれません。まあ、練習をしないとなかなか本番で
こういう発想が出てこないかもしれませんが、普段から英作文を作る練習をしっかりしている人はこういう技も実際に本番で使えるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。ですからエステティシャンになりたいというふうに思っても、実際に難しい英語の単語を必要としてしまうので、そういう場合には、今説明した通り、もともと変更してしまうとか、あるいは難しいところは省略してしまうとかで、今の話のように発想を変えて言い方を変えてみる、つまりより書けそうなスタイル文型に変更してですね、この場合でやれば A beauty shop 美容院で働きたいと、こんな風にすればその場がうまくしのげるかもしれません。ぜひ試してみてください。